久下直光は平安時代末期から鎌倉時代にかけての武士。久一氏の一族久下氏の当主で、君の子、重光の父。本生より、久一直光とも呼ばれる。久下ゴンを名乗った。久下氏は、武蔵国大里郡、久下号を領する武士で、熊谷直実の母の姉妹を妻にしていた関係から、孤児となった直実を育てて、隣の熊谷号の地を与えた。 後に直光の代官として刑に上った直ザは、直光の家人扱いに耐えられず、平と森に仕えてしまう。熊谷を奪われた形となった直光と直ザは、以後激しい所領を争いをした。さらに自称、樹衛の乱において直ザが、源の頼朝の参加に加わったことにより、樹衛元年5月に直光は頼朝から、熊谷号の横領停止を命じられ、 熊谷直実が頼朝のご家人として、熊谷号を領することとなった。もちろん、直光はこれで収まらず、合戦後の研究3年に、熊谷、久芸両号の境相論の形で両者の争いが、再び発生した。同年11月、直光と直実は、頼朝の午前で直接対決することになるが、口下手な直実はうまく答弁することができず、 梶原景時が直光に加担していると憤慨して出家してしまった。もっとも、とも頼朝よりともに仕える以前の直オは、直光の老頭扱いを受け、直オが自分の娘を義理の叔父である直光に即室として信条していること、熊谷号も元は直光から預けられていた土地と考えられており、直光に比べて、直オの立場は不利なものであったと考えられている。 以後も、久下氏と熊谷氏の境相論は長く続くことになる。ありがとうございます。